キラーニー国立公園はアイルランドのケリー県に位置する国内初の国立公園。1932年にマックロスエステートがアイルランド自由国に寄贈された際に作られたアイルランド初の国立公園である。その後、大幅に拡張され、102.89平方キロメートルを超えるキラーニー湖、オークやイチイの森林、山頂などの多様な生態系を網羅している。 アイルランド本土で唯一のアカシカの群れとアイルランドに残っている最も広範囲の原生林がある。公園はその多くの生息地の質、多様性及び広範なため高い生態学的価値があり、多種多様な種があり、中には希少なものもある。1981年にユネスコ生物圏保国に指定された。また、保全の特別地域の一部を形成している。 国立公園野生生物保護局がキラーニー国立公園の管理及び運営を担当している。自然保護を主な目的としており、自然のままの生態系を大切にしている。景観の良さで知られる公園で、レクリエーションや観光施設が整備されている。キラーニー国立公園はアイルランド南西部のケリー県に位置し、島の最西端に近い場所にある。公園内には、 キラーニーコ、マンガートンさん、トークさん、シェヒさん、パープルさんがある。標高は22メートルから842メートルまである。また、デボン紀の旧赤砂岩と炭素質石灰岩の間の主要な地質学的境界がある。公園の大部分の基礎となる地質は砂岩で、石灰岩の歩道はリーンコの低い東岸に位置する。リーンコは、 キラーニーコの中で最大の湖で30以上の島々が存在する。観光客の中にはリーンコの大きな島の一つであるイニシュファレンへの船旅を利用する人もいる。この公園はメキシコ湾流の影響を大きく受けた海洋性気候を持っている。冬は温暖であり、夏は涼しい気候となっている。 1>, 1日の平均気温は1月の最低気温摂氏5.88度から7月の最高気温摂氏15.28度までとなっている。園内では年間を通して小雨のような雨が降ることが多く、降水量が多く、前線の変化に富んでいる。年間の平均降水量は1263ミ、mm、リメートルで、年間223日は通常1ミリメートル以上の降水量がある。 平均層が降りる日数は40日となっている。地質的な境界、公園の広い範囲の高度、湾岸流の気候的な影響が組み合わさって、多様な生態系を形成している。これらの生態系には、ボグ、湖、ムーア、山、水路、森林、公園、庭園などがある。路頭、崖、岩石が特徴的である。 200メートル以上の高さにある山の砂岩地帯は、ブランケット湿地帯とヒースの大部分を支えている。マックロス修道院の回廊式中には初期の観光客向けに制作された19世紀のキラーニーコの地図キラーニー国立公園は、約1万年前の最新の氷河期の終わり以来、継続的に森林に覆われているアイルランドでも数、少ない場所の一つである。人間は少なくとも、 青銅器時代、約4000年前からこの地域に住んでいたとされている。考古学者は、この時代に、ロストウ地域で銅の採掘が行われたという証拠を発見しており、この地域が青銅器時代の人々にとって重要な地域であったことを示唆している。公園には、多くの考古学的特徴があり、その中には、リシュビジーンのストーンサークルがよく保存されていることも含まれている。 公園来の森は、鉄器時代以降、様々な時期に乱されたり、伐採されたりしてきた。そのため、樹種の多様性が、徐々に低下していった。最も印象的な考古学的遺跡のいくつかは、初期キリスト教時代のものである。その中でも特に重要なのが、リーンコのイニシュファレン島にある修道院跡、イニシュファレン修道院である。7世紀に、セーフィニアによって設立され、 14世紀まで占領されていた。修道士の間で知られていたアイルランドの初期の歴史を記録したアンデズ・オブ・イネス・ホランは11世紀から13世紀にかけて修道院で書かれたものである。修道院が学びの湖を意味するラフリアンという名前を生んだと考えられている。マックロス修道院は1448年にフランシスコ会によって設立され、 住民が襲撃された際に何度か破損したり、再建されたりしたにもかかわらず、今もなお立っている。マンガートンさんのフリアーズグレーンは、監修的に修道院が攻撃された時に、修道士が逃げる場所の一つであったと言われている。マックロス修道院の中心的な特徴は、丸天井の回廊に囲まれた巨大な一位の木を含む、クロイスターである。伝統的に、この木は、 マックロス修道院と同じくらい古いと言われている。修道院は地元の州長らの埋葬地だった。17世紀と18世紀にはケリーの詩人シーフレードオドノフー、イーガンオラヒリー、オーウェンドウオスリバンが埋葬されていた。ロス城のルマン人によるアイルランド侵略の後、湖周辺の土地はマッカーシー家とオドノフー家が所有していた。ロス城は リーン湖の海岸にある15世紀に建てられたタワーハウスである。かつてはオドノフーモールという州庁の住居だった。17世紀に増築された城であり、後に復元され、一般公開されている。1580年代のエリザベス町の軍事記録には、キラーニー地区は森と山に囲まれた荒野で、人がほとんど住んでいないと記されている。18世紀から、 現在の公園の土地は、マックロスのハーバート家とケンメア伯爵のブラウンズ家という二つの大事書の間で分割されていた。17世紀と18世紀の間に、木材は木炭生産や比較を含む地元の産業のために広く利用されていた。18世紀後半になると森への圧力が強まった。十八世紀にキラーニーで、オーク材が破壊された最大の原因は、 地元の鉄産業で使われていた精錬所の火を燃やすための木炭の生産によるものだった。中鉄1トンを生産するためには約25トンのオーク材が必要とされていた。19世紀初頭のナポレオン時代には多くがこの時期に高値で取引されていたことから林地の搾取が再び増加した。この時、柏谷市の移植、管理が進められた。 1803年には、ロス島、1804年頃には、グレナ、1805年にはトミーズで、多くの大規模な伐採が行われた。その後、トミーズには、樹齢3年の多くが植え替えられ、グレナは法が更新された。これらにより、過去200年の間に、公園内の多くの相対的な豊富さが増加している。現在の森の多くは、樹齢200年前後のものが多く、 その大半が植林されたものである可能性が高く、山の谷などの偏僻な場所にある数少ない孤立した一角に限られている。ハーバート家は1770年以降、マックロス半島の土地を所有しており、この土地の銅山で裕福になった。ヘンリー・アーサー・ハーバートと妻である水彩画家メアリー・バルフォー・ハーバートは、1843年にマックロスハウスを完成させた。 19世紀後半になると、ハーバートの財政状況は不安定になり、1899年にはギネス、醸造家のロード・アルディランが、マックロスの領地を購入した。ト遠ク山の山頂から見たマックロスハウス1910年、アメリカ人のウィリアム・ボワーズ・ボーンは、娘のモードがアーサー・ヴィンセントと結婚した、際の結婚祝いとして、マックロスエステートを購入した。 1911年から1932年までの間に11万ポンドを費やして敷地を改良し三県庭園、ストリーム庭園、石灰岩の路頭にロックガーデンを建設した。モード・ヴィンセントは1929年に肺炎で死亡した。1932年、アーサー・ヴィンセントとその義理の両親はモードを忍んでアイルランドにマックロスエステートを寄付した。 43.3平方キロメートルの敷地は、ボーン・ヴィンセント記念公園と改名された。アイルランド政府は、1932年に、ボーン・ヴィンセント記念公園法を可決して、国立公園を創設した。同法は、公共事業員に、国民のレクリエーションと楽しみを目的とした、国立公園としての公園を維持管理することを求めていた。記念公園は、 今日の肥大化した国立公園の中核を成している。当初、アイルランド政府はこの公園を財政的に支援することができなかったため、主に一般公開されている作業農場として運営されていた。マックロスハウスは1964年まで一般公開されていた。1970年頃には、防音、ヴィンセント記念公園への脅威に対する世間の不穏な、 空気が流れていた。アイルランド当局は国立公園の分類と管理における国際的な観光を調査した。IUCN カテゴリー2に広く対応した国立公園として拡大及び再指定することになった。また、アイルランドに他の国立公園を設置することも決定された。元の公園には3つの湖、ノックリアエステート、ロストー、イニシファレン、グレナ、 ブラウンズ、プーラーガワーのタウンランドなど、ほぼ60平方キロメートルが追加されている。今では1932年の倍以上の大きさになっている。アイルランド経済が豊かになり、国立公園の役割についての認識が変わると、公園で利用できる資金が格段に増えた。ありがとうございます。